詰まった打球がショートの後方、今宮下がって追いつく、ワンアウト。6球目ピッチャーゴロ、ワンアウト、スリーボールまでいったんですが、初回は三者凡退に抑えました。セカンドシュート、さあ追いついて一塁へ送る、ファインプレー、センターに抜けようという打球、飛び込んでボールを取って一塁へ、送球も正確でした、ワンアウト。いやナイスプレーですね、はい、バントしてキャッチャーボールを取る、フォースアウト、一塁送球、一塁もアウト、ゲッツー。キャッチャーの前でボールが止まってしまいました。まあ、バントという、うんうん、まあ、ここポイントですよね。お前さん、はい、どうぞ。そのあたりはだと、お前さん、はい、どうぞ。そのあたりはだと、お前さん、はい、どうぞ。そのあたりはだと、ランナー走って空振り、二塁に送る、完全にタッチアウト。まあ、これがあるんですよね。まあ、そうですね、思い切った作戦かもしれないですけども、まあ、リスクは高いかなという感じがしますね。まあ、大城選手も、まあ、実はね、ショートの右、さあ追いついて一塁へ、いいプレーだ、ツーアウト。今日も守りで見せました今宮、見る部分はあると思うんですけど、サード強い打球、マットボールを取る、一塁送球、ショートバウンド、一塁はアウト、際どいタイミング、これは打球はレフトの前に落ちない、よく取った、よく取りました、グラシアル。外野にもいいプレーが出ました、出ましたね、はい、3投というシーン、まあ、一塁牽制球はアウトだ。一塁塁審の判定はアウトというところ、さあ出てきました、アウト変わらずです。といますか、落ち着きルーキーですけど、そういった部分が見えますよね。一塁ランナーここでスタート、バッターは空振り、そしてタッチアウトになりました、三振ゲッツー。森友哉の送球がピッチャーファーストが抑えます。この回から右がファーストに入っていました、ワンアウトです。痛烈な当たりでしたけども、そうですね、はい、あの変わったところ、三遊間はサードがよく取った、いいプレーだ、渡辺芳明、ナイスプレー、守備の借りは守備で返す、いやナイスプレー出ましたね、はい、三遊間抜けたという当たりでしたけども、渡辺芳明